小郡市は福岡県の中央部に位置する市である。福岡市への通勤率は19.1%、久留米市への通勤率は11.9%。広域県では、久留米広域県、小郡市中心部周辺の空中写真、2010年5月17日撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福岡県の南部に位置し南北に細長い形状で、地域は大きく3つに区分される。筑後川水系の支流である方万川が地域を南北に縦断する平坦な方万川流域。標高20メートル前後の東北大地、標高20メートルから90メートル程度の西北丘領地に区分される。 市内には南北に国道3号、東西に国道500号が位置し、国道3号に並行して、九州自動車道が走り、都市インターチェンジが近接してある。東西に大分自動車道が位置し、筑後小里インターチェンジがある。市内には、西鉄電車天神大牟田線、並びに、天城鉄道の各駅がある。明治維新まで、明治維新から、 町村聖志港まで町村聖志港から昭和の大合併まで三井郡小郡町時代小郡市時代、畜生小郡の名は地頭天皇三年六月、白木の死者金道名を参考した客観として日本初期に見られる。小郡市は大くの畜生平野の北に位置し、大財府に近く博多へ通じる交通の要衝を占め、また小郡市中心部に当時のカンガートが発掘され、 おご管外籍として国の指定を受けている。その軍事的、地理的特殊性から王子の太宰付客館所在地、また地方館長所在地としておごの地名が残り今に伝えられている。イオンおごう店一貫して増加傾向にあったが近年は増加率が鈍化している。平成27年度国勢調査の速報値では人口減少に転じた。 太字は一丁四村合併前から存在する学校七夕出前講座、生涯学習、教育の一環として、市の事業をテーマとして、市職員が出向いて講義し、啓蒙を図っている。2004年3月現在、市のホームページから37講座の開催が確認できる。かつて、福岡を窓口にした、玄界などが、公の外交のルートであったのに対し、 民間レベルのルートとしては、有明海を用いた。小郡市は海に接しない内陸に位置するが、筑後川の支流である宝満川が交易に用いられた。西鉄小郡駅小郡市、コミュニティバスに使用されている、日野、ポンチョ、原田木、東福道線、市内を南北に縦断する、原田駅大崎線の2004年3月28日の開通、延伸により、利便性が高まった。 高速道路一般国道県道九州、歴史資料館おごおり館が遺跡公園におい臨時の三門は、個人は、個人北部の三国地区は、おごおり、筑紫のニュータウンの開発により、人口の増加が著しい。しかし、南部のアジザ五原地区や、東部の立石地区では、人口減と過疎化が進み、小中学校の学級数が一学年に一クラスになるなど、おごり市における、 南北問題の克服が今後の課題となっている。また、市内に大きな小売店舗や商店街がないために商業規模が著しく低いことも今後の課題の一つである。なお、先日の通り現在九州自動車道トスジャンクション、久留米インターチェンジ間の副道地区にアジザカスマートインターチェンジを設置する計画がある。設置にあたっては、インターチェンジ周辺の開発、 企業誘致を促進し、南部地域の活性化を期待している。2009年9月1日で、トスプレミアムアウトレット線以外の小郡市内のバス路線が全線廃止になったことを受け、小郡市、コミュニティバスの増便を計画しているが、赤字などの経営問題を理由に計画は難しくなっている。ありがとうございます。